はい、来ました。さあ、お互いおそらく7枚キープですかね、手札が。はい、先手を丸潮さんが6枚。後手のパロさんが戦術中ですかね、今。そうですね。ダメ土地置いて戦術中と。3マッチ目始まりましたと。まあ、丸潮さんはちょっと薄めの反動ですけど、巨人からの 3-4-5 の動きが。多分このスフィンクス、騎兵、ランド5でキープして、次のトップが巨人なので、まあ、あまりいいハンドではない、うん、いいというか、いい3枚じゃなかったのかなという気がしますね。まあ、この後の上のカードはもう見えないんですかね、これはもう分からない状態ですかね、それにも結構よりますよね、まだそのファイヤーズのようなカードを、多分これ、手前が見えてないから、はい、そうですね、なんでもう、じゃあ、これしかもう乗っけられなかった、そうですね、はい、巨人しか乗っけられなかった、はい、っていう感じだと思います。はい、ああ、ちょっとこのかぶりは嬉しくないですね、1枚で。よかったので引くんだったら、はい、巨人をプレイしてこれは通りましたが、エンド前にドローもできて、そうですね、テフェリーもあるっていうのはすごくいい展開ですね、はい、ただあれですね、まあ、マルシオさん4ターン目のランドが戦術ランドなんで、はい、まあ、ここはスフィンクスじゃなくて巨人連打って良くなったっていうのは、まあ、最低限悪くはなかったかもしれないですね。さあ、これはテフェリー出してて戻す展開でしょうかね。まあ、ここで戻されるとちょっと被るんで、まあ、やはり巨人はちょっと、お、戻さない、なるほど、ファイヤーズケアですね、うん、打ち消しを構えると、はい、まあパウロさん結構もう後手番の時はほぼこれを意識してやってるので、うん、まあ、結局勝負を分けるのはファイヤーズだなという、パウロさんの中のセオリーなんでしょうね、うん、これが、まあ、次はスフィンクじゃなくてあのペガサスもう行っちゃいそうですけどね、うん、ここで九州打つんだったら九州、まあ、九州はほぼ打つと思うんですけど、盤面がそうですね、このターンプレイしないと少しライフが、ね、はい、少しというか、まあ、かなりきついので、まあ、プレイはしますね。で、はい、結局次テフェリー出してバウンスしてもファイヤーズあった場合は貼られてしまうと結局後手後手になってしまうので、ここ押し付けも強い選択肢のペガサスをおそらく選択するんじゃないかなと思います。はい、ここはもう生贄に捧げたということは、そうですね、はい、ペガサスを出して次にもうお告げとテフェリーみたいな、いや、そうですね、お告げとテフェリーですね、はい、なんで、まあ、マルショーさんもここは騎兵出して、まあ、ペガス、まあ、スフィンクスっていうのも考えられますね、ちょっと飛行とのダメージエースになりそうなんで、まあ、騎兵よりは、はい、スフィンクスっていうのも考えてるかもしれないです、はい、まあ、夢さらい引いてるのはかなりでかいですね。そうですね、まあ、ほぼこれは通るだろうから、ここでどちらをプレイするか、マルシオさん、そうですね、うん、まあ、どっちにしろテフェリーでバウンスするとは思うんですけど、そうですね、まあ、パウロさんの動きは変わらないと思うものの、マルシオさんとしてはどっちをプレイするかっていうのは結構重要、はい、難しいですね、はい、なんかまあスフィンクスっぽいですよね、まあ、その捨てたいカードがあまりないっていうのも、途中は2枚ともまあ必要だし、ライフが減らないですかね、はい、こっちの方は、うん、ショックランドをショックにしなくてよくなる、うん、まあ、ここはテフェリーは確定ですね、ちょっとどかしさないと殴れないん で、ね、うん、ここでスフィンクスをバウンスするところまでは確定ですか、確定ですね、はい、先にランドを圧縮するんですかね、はい、そうですね、これ以上土地は引きたくないので、はい、ここがね、打ち死に打ち勝つところ道路できてると最高だったんですけど、うんうん、そうですね、さすがにそのような、ただテフェリーお告げも十分強いですね、ですね、はい、まあ、効果としては似たようなことが起きているので、うん、悪くないですね、ユルディスタンチョ、うん、まあ、ただもうこれは夢さらいですかね、殴ってフェリー潰して夢さらいですか、本体っていうのもあり得るかもしれないですね、うん、そうですね、マルシオさんがこの4点を、はい、どこまで重く見てるのかですね、まあ、1ですからね、中性値が、ね、やっぱ2と1はやっぱ違いますよね、次は3になったとか、そうですね、はい、2から3に上がってるのと1から次の球2にしかならないので、結局そのうち対処してない、うん、そのいけなくなる可能性が高いんで、まあ、潰しとく、はい、た方が手堅さはあるんですけど、まあ、短いゲームのレンジを見るんだったら、うん、テフェリーを落としておいた方がいいかな、まあ、とりあえず通るかどうか、そうですね、はい、神秘の論争が、はい、
パウロさんのメインデッキには2枚入っているので、今この夢さらいをもし持ってれば打ち消すこともできたということ で打ち消されたら多分テフェリーを潰しに行くんだと思います。うん、これだキルターンが一応でも悩んでますね。はい、いやこれ難しいですね。8にしておくとね、もしかして一応その次の夢さらいのアタックをブロックしなきゃいけなくなるかもしれないというか、ただなんとなくですけど、ここで2マナで動かなかったんで、お告げがありそうっていうのはなんか予想できて、まあ、それだったらなんか結構ゲームが長引きそうなんで、テフェリー潰しといた方がいいんじゃないかっていうところを悩んでるんだと思います。パウロさんも一応ブロック前にプレイしますかね。それ引くもの次第ではチャンプするっていう選択肢があるので、例えば空の一走なんか引いた時にはチャンプでもいいかなって、まあ、これは本体だったら通してもいいかな、うん、どっちしろ通しそうですね。ここでお告げをプレイして何をめくるか。お、いますか。土地となんかですかね。そうですね、土地はまあ土地は下に、はい、落としそうなので、もう一枚で、もう一枚が何か、うん、が気になるところですね。ああ、なるほど。そうで、スフィンクスは見えてる。そうですね。うん、まあ、この4マナ44飛行、スフィンクスが見えてることも加味して手札に加えることに、うん、はい、しましたね。なるほど。これでも夢さらいはいいですよね、かなり。まあそうですね、多分ここはメレディス誕生で、うん、トークンを出していく、トークン出して、はい、もう夢さらいは、まあ、ブロックたくさんブロックして、うん、まあ、一応ペガサスとただ後悔になるだけに見えるので、まあ、一応これで終わりですかね。でこうなってくるとライフ結構回復されるじゃないですか、はい、で遠くなるんで、なんかやっぱテフェリー潰しといた方が良かったかなって感じになりそうですよね、うん、ペガサス本体もライフ回復できるんで、はい、すごいカードですねこのカード。4034ライフリンク飛行、そうですね、なかなか4034ライフリンク飛行だけでも超強いのにそうですね、それにこんな能力持ってていいのかっていう、はい、なんかこういうクリーチャーって伝説っぽいんですけど、またこれも伝説じゃないっていう、うんうん、すごい本当にハイスペックのクリーチャーですね。ここのアタックは少し難しいですね。なんか美味しいアタックにならないじゃないですか、まあ、もうどっちも本体に殴るしかないですね、はい、基本的には、はい、巨人も、まあ、夢さらいも、はい、ああなるほど、あこれうまいですね、あこれはうまいです、うんうん、僕もあこれはこれはこれ超、うん、こっちの方がいい、うん、はい、そうですね、巨人の方がねブロック、あただこれだったらどうすんのかな、巨人を打ち取って夢さらいはテイクするのかな、夢さらいを潰しに行きましたらライフもゲインできるし、あじゃあ、まあ、どうせ残ってると、はいはい、きついからという、まあ、ペガサス相打ちですからね、そうですね、それだったらいいかって感じですね、まあ、テフェリーも中性値2なんで、やっぱりパウロさんとしてはここで7点のライフを得ておきたい、まあそうですね、あと、うん、その結局死に打ち勝つとかで、まあ、戻ってくるっていうのもありますし、まあ、巨人は次04でブロックしてもいいですからね、うん、そんなに脅威ではないかなという感じで、ね、ライフさえあればなんならこうパウロさんからするとこの22飛行2体でダメージでするしてやるぞっていう感じもあると思います。さあこれは職員して、まあ、2-2 飛行だけだとその姿勢感がいないから、あこれでもちょっとライフリンクがないんで、あれですね、はい、裏目ですねこれ、テフェリーからだったら多分論争を打たなくて通ってたと思うんで、どっちも、はい、これはちょっと手順を逆にしたことによって論争に引っかかってしまうようになってしまった、あこれはちょっとあれですね、マルシオさんもあっと思ってるかもしれない、うん、今、いやそうですね、はい、先にそうですね、テフェリーからだったらまあ、サーストで見てからまあ論争打つよと、ね、はい、論争はね 99% 打ちそうですけどね、はい、そうですね、打ちますね、もちろん、まあ、打ちそうですが、さあこれはテフェリーで44戻して、気づけばライフレースが逆転ああいいですね、これは後々必要なカードなので、テフェリーもプラスでいけるので、もっといって損はないかですね。パウロさんは一応墓地を見て、まあ、そのどうやってここから勝つか
を考えていますね。まあ、死に打ち勝つがほぼ必要になります。すねうん、夢さらいも一回ボトムに送ってるので、そうですね、下に送ってますね、すでに。これは上ですかね、はい。上でいいと思います。はい、パウロさんのメインデッキには、失勢感が1枚と夢されが1枚しか、まあはい、フィニッシャーがないので、まあ、確かに下か、まあ、下の方がいいか、まあ、実質的なフィニッシャーである死に打ち勝つが欲しいところです、まあ、今まだ見えてないですからね、まあ、そろそろ見えるかなという気もしますけど、もう4点入れるよと。ケンリス、まあ、これまたね、テフェリーに行くか本体行くかまた難しいですね。難しいですね。ずっと難しいターンがありますね、うん、テフェリー行くか本体に行くか。さあこれ難しいです。まあ多分余裕1枚だけですかね、うんうん、そうですね、うん、これはどっちしろ引いてたカードなので、まあ、多分本体行くと思うんですけど、まあ、2体とも行きそうですね。テフェリーだったら多分スルーされて終わるだけなんで、うん、2体テフェリーはさすがに少し損をしすぎてるような気がしますね。これはチャンプですね。ライフをチャンプしてまあ出す、はい、打つかどうかって感じですかね。まあ、あのプラスから入れば相手のターンに打てるので、まあ、次のターン必ずそのテフェリーは守れると。うん、これによって、おお、拒否権ちょっと遅いですかね。ちょっと土地が弱いのがきついですかね。そうですね。ああこれパウロさんどうですかね。パウロあれですね、パウロさん殴らずに、はい、相手にクリーチャーを追加で出させるっていうのも、そのなんかラスを絶対打つんだったら殴るっていうのがまあセオリーではあるんですけど、はい、減らせるんだよとライフ、はい、ただこうチャンプチャンプでしのげばラスを一旦打つのをその遅らせられるので、そうですね、ここはその、まあ、ラスが絶、はい、あとまあ殴るとラスが絶対バレてしまうので、はい、まあ、ここも殴らないことによってその自分のその気配を消すというか、そうですね、相手のプレーが難しくなるようにしましたね。うん、まあ、勝つとき多分もう圧勝する、そうですね、っていう、うん、感じを想定してると思うんですよ、ね、はい、結局その4点がそんなに勝負に影響しない、ね、ということですよね。勝つときはもう圧勝、はい、まあ、このトークが残るんだったらね、うん、いいんですけど、まあ、これ結果なんかもう一点分ぐらい釣れそうですね。そうですね、釣れそうな気がしますね。マルシオさんもまあ難しいですよね、ここで呪文をプレイするのかどうか、まあ、そうですね、ここ結局そのトークン自体で巨人ブロックされ、うん、で結局じゃあ追加で出さないのかって話にもなりますし、アタックしてね、ゴーもね少し、まあ、ちょっと弱い気な気もしますもんね。まあそうですね、まあ、丁寧なプレーのおかげでクリーチャー1体余分にね、はい、追加することができました。うん、さあしかしテフェリーはこれ死んじゃうんですかね。墓地に土地1枚しかない、1枚しかないか、じゃあ残るかな。だからさあこれお告げやっぱこうなると強いですよね。強いですね、戦術2がやっぱ効いてくると、はい、空の粉砕で場を一掃した後に戦術をして、はい、カードを探すことができます。ターン終了前にこれ強いですね。だいぶこの手札からね、もうそうですね、土地は絶対に引きたくないし、はい、強い、あ強い強いです。うん、最高のトップですよこれ、うん、これが一番欲しかったんで、うん、まあ、手札の土地に今いらないんで、はい、まあ、実質3ドローですね、本当に3ドロー、ブレインストームですね、これは。強いですね。あ、そうなんだ。なんかメレティス誕生あっても良さそうに見ましたけどね。まだまだ土地は伸ばすと。お、吸収いいですね。はい。吸収最高ですね。これ多分一番引きたかったからですね。うん、これで盤石。相当盤石になりました。はい、ファイヤーズ。が張られてない状況なんで、まあ、そのワンアクションしかできないんで、はい、うん、まあ、このターンは少なくても絶対大丈夫。そんな吸収が見えてる中でもうプレイするしかない。そうですね、ここはもう吸収、はい、そうですね。でもパウロさんからするとこの7セットで引いてくるのは死に打ち勝つじゃなくてもう1枚カウンターの方が嬉しいですね。うん、あ、まあこれ通常ドローなんでこれは嬉しい、単純に。はい、ここで、まあ、吸収取れるとほぼ手堅いかなという。あ、まあ、これは空の一層、うん、空の一層ですかね。でターン終了ですね。はい、もう場を支配
しましたね、これしましたね、はい、でこれはドビンの拒否権ですね。ちょうど腐ってたんで、うん、ちょうどいいですね、これは。まあ、ここからは何も許さないよと一応考えていますね。もっと打ち消すべきスペルはあるのかと。しかもこれちょっと別に通してもいいのかと、マルシオさんからすると、はい、裏目ですね。そのこれ普通にキャストしてたら速攻つけれたんですけど、これファイヤーズ打ち消されたことによってこのターン消え出しても殴れない、はい、なので、まあ、出さないかもしれないですよ、もうこのターンは。あー出すかな、まあ、クラリオン捨てたいからっていうのはある、うんうんうん、ただこれ出すと殴れなくて死に打ち勝つに突っ込んでしまうので、そうですね、はい、まあ、これは裏目ですね、かなり、まあ、通して、そうですね、あ、そうか、ナースとか言えば引けない、はい、引けない、引けない、なるほど、はい、これちょっと、あ吸収まで次、まあ、もう完璧です ね、 ですね、パウロさんが完璧に場を制圧しましたね、はい、制圧しましたね、これは。あとはどれぐらいの速度で勝つかだけです ね、 そ、 ですね、まあ、そろそろ夢さらいにたどり着きそうですからね、はい、冒頭でかなり序盤でボトムに送った夢さらいが、はい、ライブラリー、あの後に1回シャッフルしてますか、あのフェッチしましたっけ、はい、あ、ここはもうそうですね、投了ですね、うん、はい、というわけでパウロ選手が完璧にしのぎ切りました。そうですね、まあ、ちょっと吸収がね見つかったっていうのもありますし、やっぱり太陽の恵みの疾走感がキーカードでしたね、まあ、だいぶしのぎましたね、4-4のスフィンクス2体いる場でも止めたというね、はい、そうですね、はい、さあリーチ、ただ今日なんかこの展開からフルセットに行くの何回もなってるんで、はい、そうですね、まあ全然わからんなという、はい、うんうん、まあ、だってセスさんこっからラウンド1で1回詰まった後フルセットまで来ましたからね、うん、この状態から全然わかんないですよね。さあマルシオさん、霊気の疾風やクラリオンなどの除去カードを抜いて、コントロールに有効なクリーチャーに変えて、ね、はい、ガラスのパウロさんはそれに対してサバッカード入れていくという感じですね。でドビンの拒否権と急所も完全に抜いて、そうですね、はい、やっぱ あっちがアグレッシブに動いてくるので、はい、こっちがそのリアクションカードを多めに引くと、まあ、細かく動かれて負けるし、まあ、あっちは結構テフェリーを通すのに全身全霊をかけてくるので、はい、まあ、そのテフェリーが出されてもその裏目を引かないように、まあ、全てボードで対処するっていうプランですね。これはキープできない、あまりガンですね、ですね、はい、ガンですね、これは。あ、まあ、これはいいですね、これはいい、かなり、かなりいいハンドです。まあ、一旦目フェッチから対するパウロさんは、いや、まあ、でやるんじゃないですかね。そうですね、まあ、やりそうですが、かなりまあトップによるハンドだと思いますが、まあ、キープはすると思います。これだともう空の一層を押してるかどうかって感じになりそうですね、はい、うん、そうですね、エクサバイブンは絶対、おお、ガラスでも引いてますね、ガラスはいいですね、最高の回答の1枚、ね、ただ2枚あるっていうのがね、うん、なかなか、あ、レイキのシップ下、下、なるほど、レイキのシップ下なんですね、なるほど、もうガラスがあるから無駄カードばかりやっぱ持ちたくないという話なんですかね。次なんかその2マナのインスタントお告げと、うん、一緒に構えれるからなんかパッと見やすそうに見たんですけど、まあ、ランドが詰まった方がきついって多分話だと思いますね、まあ、リソースは多分増やせるんで、いいですね。あとは重いところと土地をしっかり引けるかですか、です、ね、マルシオさんは、まあ、これはもうここはエクサオヤブン出すよと、で OK でまあお告げですね、はい、まあ、こうなるとまあペガサスとかもね、まあ、引けるといいですけどね、はい、パウロさんはこれが土地とペガサスとかだと最高ですね。テフィリ、うん、テフィリはちょっと今は使えないかな、土地は多分上に置くと思うんですけど、そうですね、うん、4枚目の土地は欲しいと、でテフェリが難しいがパウロ選手は上に置くか、置かないと思うんですけどね、どうするかですね、はい、下に置きそうですね、はい、が難しいですね、でも難しいと思います。置きましたね、上に置きましたね、
そしてマルシオ選手はここでファイヤーを置くか置かないかを一応考えてますね。はい、この置いてしまうと神秘の論争がプレイできなくなってしまうので、でもなんか置くメリットが、いや置かないか、置かないですね、はい、あ、論争を構えるためにってことですね、はい、なるほど、平地を持ってきたかったからですね、なるほどですね。おお、ここで新たな除去カード、はい、これはかなり千載一遇のドロー。いや、素晴らしいですね。対処するカードをしっかりと引いてきます、パウロ選手。いや、このガラス瓶をやっぱ入れるってのが、はい、なかなかこのゲームの対局感を知ってるっていうか、はい、捉えてますよね。そうですね。あれ、多分アグロに入れるカードですから、普通だったら。でも、まあ、うんうん、ジェスカイファイヤーズのこのサイトだったら、まあ、こういうプランを相手が絶対取ってくるから、まあ、腐らないであろうということで。はい、なんなら効果的であろうということを見越して入れてると、ほとんどのプレイヤー入れなそうですけどね。いや、すごいな。マルシオさんはもうここは戦術をして、何か動けるカードと神秘の論争、そうですね、の2段でいくしかない。パブロさんはここはエンドかな、まあ、巨人は上に置くそうですね。まあ、もう手札の質では圧倒的にマルシオさん負けているので、まあ、あとはパウロさんがこの手札を放出する前にいいカードを引けるかどうか。ここでどうプレイするかを考えていますが、普通にプレイ、はい、でこれは霊柩シップを打つんじゃないですかね。で、まあ、これに打つかどうかですね。3マナ払いを打つかどうかが難しい、はい。ああ、打たないですね。ちょっとさすがにここ打つと厳しいと読んだ、うん、さあ、これには打ちますかね。いや、悩ましいですね。難しいですね。できれば打ちたくないですけど、あとね、マルシオさん、まあ、止まってるんですよね。マルシオさん、次のドローが巨人なんで、はい、あんまり強くないんで、はい、すごい難しいところではありましたね、今、うん、あ、ただ、まあ、結果的にはこれオーライですかね。その3番の払いを引かれたので、まあ、さっきまだ持ってたらこれに突っ込む可能性があったので、はい、使っといてよかったって感じになりそうですけど、カウンター、カウンター、カウンターは1枚残すんですかね、はい、一応残すか。2枚重なっているカード1枚ずつしているという。これでもう使い切ってカウンター使い切ることに成功したので、まあ、次ファイヤーズから巨人っていう動きができるようになりましたね、はい、こうなると結構トップの受けも広くなるので、うん、炎の消えのようなね、はい、カードをし、まあ、毎回やっぱバンドレス上起動できるようになるっていうのはでかいですね。そうですね、マナも使い道もあるので、全ての呪文がゼロマナでプレイできるということはかなりメリットであると。これね、またお互い難しいんですけど、はい、例えばこれテフェリーで巨人バウンスするじゃないですか、はい、そうするとそのアップキープにバントレス城を起動するとそこでリーキュー失敗打たれて、はい、っていうみたいな、このターン、ターンが飛んでしまうんですよね。ターンを飛んでしまう可能性があるっていう、はい、このアップキープはなかなか、そう、起動したいですよね。でもそうですね、ただ霊柩シップ食らうと、うん、そのこのターンカードキャストできなくなるっていう裏目があるんで、すげえ悩んでますね。なので考えてますね、はい、ここは霊柩のシップは1枚墓地にある。ここでもしバントレス上起動した後にバウンスされると相当なテンポロス、そうですね、このターン少なくて一旦は飛んでしまいますね、はい、し次のドローもちょっとこの展開によってははい、ロックされてしまうので、通常は素晴らしいです。いや、素晴らしいです、マルシオさん、素晴らしい判断ですね、はい、いやー、これはいいゲーム、さすがですね、さすが。ただここで多分、あ、いや、つかなかったですね、レギュラーシップ、あ、そっか、巨人が見えてるのでつかない、はい、さあ、ここはテフェリーから、いや、そしてドローもね、最高の一枚ではありますよね、今の場では。いや、最高です、最高の一枚ですよね、最良のドロース、はい、最良のドロース。
しかもこれバニッシングライトで親分をバン、はい、あ取られてるやつをバウンスしてドローっていうのも全然ありですね、はい、盤面を強くするサンマナハレ使ってはちょっと意味ないですね。このテフェリーはかなり強い。そうですね、パウロさんももう無駄になってしまうので相手に3マナ払わせることによって戦術をさせなくする。そうですね、はい、まあ、それしかできない。それしかできないですね。ただそうするとし、はい、その後にシップを打つかも考えてますね。シップをその後にファイヤーズに打つと一応一旦飛ばすこともできるかもしれないが、だから巨人が見えている。もう見えてるんで打っても仕方ないですけどね。難しいですね。ただここで戻すことを選択しましたね。次がドローを弱くするっていう動きですね、これは。はい、もうドローを決めさせて、そうですね。うん、まあ、テフェリーで1枚引けるんで、完全にロックはできないんですけど、はい、まあ、弱くするっていう、ね。そうですね。トップデッキの質を下げると。はい、テフェリーは本当にいいドローでしたね。そして、マルシアさんはもう下に置くことにしましたか。そうですね。まあ、トップの質を上げるっていう。そんなにもうマナには困ってないんで、うん、そしてここでクロックを増やしていく。そうですね、だからこれはもうオールインなんで、ね、空の椅子を引かれてしまうと、はい、もうないそうですねことをまあ祈ると、空の粉砕打たれないと。いや切り込みましたね。このターンのアップキープからの一連の動きはかなりすごかったんじゃないですか。そうですね、これ、ね、ガラス瓶と払拭で、なんで払拭を取ったかっていうと、単純に相手に使えるマナを、そして速攻のつく権利をトップ、1マナ分多く使わせることで、はい、まあ、回答を迫ると。まあ、コロナセットで空の椅子、そうですね、引けるかどうか。4枚見たい。ないです、ね、ない、ないです、ね、ないと。いやこれはいったか、いきましたね。だってこれはもう9点はありますね、ケンリスをプレイして。そうですね、まあ、一応これケンリスない前提で、まあそうですね、まあ、一応戦親分を取って、いや巨人かな、どうせラス打つんだったら巨人の方がいいから、うん、そうですね、はい、その空の粉砕を、まあ、そうですね、空の粉砕引かれた時に、はい、いや素晴らしい。いや見せますね、お互いのプレイヤーと。あそこでちゃんとそのアップキープに起動するときは、止まれる人がどれだけいるかって話ですよね。かなり少ないと思います、はい、あそこはもう必ず何か引きたい局面なんで、はい、手なりだともうほぼ起動しちゃいますね、はい、でマルシオさんも起動しようとしたんですけど、はい、そこで気づいて、うん、あリスクがあるなっていうことで気づいて考えて、うん、結局起動しなかったことが勝利へ結びついたかなと。いや 素晴らしいですね、素晴らしかったです今のプレーは。まあね、もうトップデッキはやっぱトップデッキにするまでの過程、いやすごいですね。ですよね、はい、いやしかも、まあ、あそこで起動してたらテフェリーいなかった可能性ありますから、ね、はい、浮いてきた。テフェリーが静着なプレーをしたからテフェリーが浮いてきた。さすが、うん、まあ、いや総岡さんにあのオカルトについて聞かれるだけありますね。けどさんも、いや世間では僕のこと感覚派と呼ぶ人もいるらしいですからね。はい、というわけで1勝1敗の3マッチ目の3本目。うん、そうですね、はい、これもやりそうですね。ランド5枚あるけどスフィンクスいて、はい、なんかスフィンクスいいとこですね。これランド5枚の反動結構キープしやすくなるっていう。本当にジェスカイファイヤーズって結構噛み合わせのカードが多く必要なデッキなんで、はい、これでお願いしますと見た3枚は土地はまあボトムに置くでしょう。残りの2枚は上ですかね。はい、一応これで 2,3,4,5 っていうもう動きが確定したので素晴らしいですね。まあ実質そのランド5枚とスペル4枚でキープしてるっていう、うん、はい、ここは徴税人をこれ効きますね。いやいいですね、相手のその動きが一気にこれで鈍くなる。そうですね、まあ、ここはメインでドローするかナーセットいくかっていうところですかね。まあ、まあ、調整できてるんでドローの方を優先するのか、まあ、構える意味はあまりなく、うん、そうですね、あでもテフェリーがあるか、
そうですね、2マナでプレイすることはねできますからね、はい、青いスペルに対しては。なんもなかったらこのターン無駄になっちゃうからな、うん、プレイします、ね、プレイしました。ここはあでカウンターを2枚、カウンター2枚ディスカードですかね。土地も捨てれないし、いやなもしかナーセットかな、ナーセット1枚ナーセット、カウンターナーセットかカウンターカウンターか、そうですね、はい、カウンター2枚しましたね。これ1枚入れた超税人が初手に来た時のバリューの凄まじさだよ、はい、もう引かなくていいから上から、これはハイバリューですよ本当に。まあここはプレイできるので、シンピロロンソプレイできるので構えて、まあそうですね、はい、一応どっちでもいいんで、どちらのスペルも受けますからね、はい、4マナあれば。対するマルシオさんもシンピロロンソを打てるように構えて、そうですね、はい、パスしますと。この巨人は上ですか、難しいところですか。まあ5マナ息のもうプレイするカード2枚あるので下でもあるかもしれない。論争、はい、で次はナーセットですかね。ナーセットいって論争まだ構えられるので、うん、まあ、ガラス瓶とか引いたらこれで当然にもやれますし、まあナーセットでいいですかね。で、ファイヤーズが貼られてないので、まあ、その5マナ行きをプレイされても、まあ、死に打ち勝つで対応できる。はい、ここは、バニッシングライトか、テフェリーかですか。そうですね、まあ、テフェリーじゃないですかね、その死に打ち勝つがあるんで、はい、テフェリー、打ち勝つをその有効活用するためにテフェリー。ナーセットはもうこのままの展開だと放置されそうなんで、まあ、最悪、死に打ち勝つを、の3勝の前に追消滅すれば一応ナーセットを戻すこともできるんで、これはどうですか。まあ、2点ナーセットに入れてプレイですか。4-3プレイ、ね、はい、まあ、死に打ち勝つでバリュー取られないようにしっかり動いてますね、マルシオさんは。やっぱり速攻クリーチャーは速攻つけれるタイミングまで結構持つようにしてるイメージはありますね、マルシオさんは。さあ論争、論争引き切りましたね4枚目、はい、ここは打ち勝つですかね。ただここはチャンスですよね。ここはもう相手は動けないことは確定しているので、ここは剣リス赤マナをしっかり残して7点、はい、7点、いや大きいですね。それをテフェリーで一応7点7点ぐらいまだ2残ってますからね、はいはい、それは大きな点だと思いますね。何か引けば全然、うん、いやただパウロさんも重なってドローや打ち消しを引いてしまっていますね。ここで、まあ、剣リスをバウンス、ここで何かを引けるか、土地でもよかった、はい、土地でもよかったんですけどね。ここはどうですか、プレイするか構えるかは。いや構えないんじゃないですか、構えない。ナーセット出すと思いますよ。まあ多分もうマルシオさんも無視して本体殴ってくると思うんで、はい、そうですね、2っていう数字はやっぱりその骸骨の巨人がある以上すごい2にはしたいですよね、はい、まあ超ゼリのアタックも2ですし、マルシオさんただアンタップラウンド引いたら勝ちですね、うん、あの騎兵がいるので、はい、なのでここはもう難しいですね。まあ一応論争はやはりね3マナでプレイできない、表をね3マナでプレイできないというのがもう超税人様様、いや超税人いなかったら話は変わったんですけど、ね、はい、ここはもうドローしてなおも場にされるカードはあまり引けない。土地と論争ですか、ね、まあこれはもうマルシオさんトップデッキしたらもう手スリスリしてますね。土地トップした瞬間勝ちですか。土地トップした勝ちです。はい。赤、ああ、いやー、タップイン。戦術か。じゃあまた7点ですね。いや、そうですね。2残る。まだ2残る。ただ、まあ、戻ってくるのがナーセットなんで。はい。あ、ただ、あれ、これ、いや、あ、騎兵だと。騎兵でも3枚捨てるんじゃないですか。4枚全部捨てるんじゃないですか。勝ちに行くのか。騎兵で4枚捨てて、もう勝ちに行く。いや、そうですね、そうですね。どっちの方が。アンタップ、アンタップインの土地。4枚。ない!ない!あー、マルシオさん、ちょっと空を。いや、これちなみに、相当変わりましたね、このターンで。いや、マジか。
ここで4枚。いや、もう空見上げてましたから、マルシオさんも。引けない。いや、勝ちに行きましたね。いや、空見上げた。まだ。いや、ただこれちょっと、こんだけゲーム長くなると、論争を2枚捨てたのが、パウロさんもちょっと裏目に出てる可能性ありますね。はい。ここはパウロさん、チャンス、残った。いや、まあ、まずは何セットを見るところから。空の一層、あ、空の粉砕、いやはないが、バニッシングライトはある。あるけど、多分これだと、勝てない。勝てない。自利品。自利品ですね。空の粉砕がほぼ必要な局面だったと思うんで、はい、なんだから、まあ、そのマルシオさんが土地引いてないってことは、はい、まあ、要はスペルショットだね。まあ全部スペルであることは確定ですからね。まあ、なんで、はい、権利のようなね、カードがね、次のターンも出てくる。ねはい、まあ、でも、権利1枚捨てて今、場に出てるんで、はい、あ、今、騎兵か。剣です、剣です。はい、じゃあ、まあ、権利いてもおかしくないですね。はい、まあ、ただ、まあ、これをやるしかないので。やるしかないですね。まあ、もう払拭、テフェリーで、徴税人を戻して、あ、でもそれだったらまだ生きてるかな。まあ、土地引かれなければ生きてません、まだ。どっちですかね、ここナーセットでまた空の粉砕を探しに行って、相手のターンに打つとかもね、プランとしては。それもありです。はい。打てないのか、1マナ足りないのか、徴税人がいるから、1マナ、いや、足りてますね、ストランドできる。はいはい。まあ、それもありでしたね。ここでまだ探しに行く。アブソープ。あ、アブソープ、いや、アブソープじゃダメですね。マナが足りないんですね。まあ、ここはもう、そうです、5マナしかない。また土地を引かれるの祈る。セットランドして土地。そうですね。しかもマルシアさん、さっきここでまたセットランドもできなかったのがちょっと痛かったですね、はい、あ、おー、引きました。これは勝ちですね。マルシアさん、一応考えます、相手ランド。いや、あれがあるんですよね、霊気の疾風があるんで、はい、いやー、確かに剣術、剣術で5点入れるかどうか、サイコスの巨人で、いや、霊気の疾風を考えてま す, す、ね、いや、ここもまだ僕らでも見たで、もう騎兵プレイしてやって思うけど、いや、権利プレイしそうですね。ここは行くな、ケアしそうな局面ですよね。ここは行くな、行きますか。行きます、行きます。マルシオさんは騎兵をプレイしますか。出します、出します。このターンも分ける。いや、いや、ここは、いや、いや、いや、権利ですか。権利じゃないですか。まだまだパウロさん生きてる。マジックって面白いですね。まだ生きてる。勝ちが確定してるのは僕らは見えますけど、はい、まあ、マルシオさんは、まあ、霊気のチップをケアするプランをやめました、ね。まあ、1枚もまだ見てないですからね。まあ、でも実際ここで霊気のチップ食らったら、マジで負けかねない、はい、いや、そうですね。もうめちゃくちゃ有利なとこだったんで。この状況でもやっぱりもうかなり勝ちに近い状況ですからね。相当近いですね。ただ、まだ決まらない。ただ、これで空の粉砕加えられたら、あれ、スカッタ、スカッてしまった。これスカッたら、いや、まだ熱いな、まだわからない。いや、これちなみに前のターンより1マナ増えたんで、これでリングでも大丈夫になりましたね、はい、あ、これだとダメですね。ダメです、即刻リーチじゃないので。これ加えるしかないです、一応即刻じゃないのに、はい、そうですね。でも出すしかないですか。出すしかないですね、確かに。そしてここで勝ちが確定しましたか。マルシオさん、まあ、胸を撫で下ろして。よしよしよしと。いや、勝負はグランドファイナル、オフグランドファイナル。すごい、取り返すんですね、やっぱね。いやー、すごいな。来たな、これ。いや、もうこれで何もできないよと。はい。というところで、マルシオさん、取り返す。グランドファイナルさ、解説陣もね、どうやら、どうなんですか、勢ぞろいでやるんですかね、こっちっていう、これはもうスケジュール的に変わってますけど、最後は4人ですか。いや、巻き合いあい。さあ、ラストの4マッチ目です、見ていきましょう。さあ、視点はマルシオになります。マルシオ、毎回持ってますね。毎回持ってますね。結構安定して、なんか3枚見てる気しますね、はい、ここは夢さらいボトムに落として、トップからグアの小道と草案の火になります。まあ、かなりメインデッキではいい動きですよね、うん、はい、確定しました。確定演出、はい、確定演出、まあ、ね、4ターン、まあ、1枚手札、ね、ないですからね、ええ、まあ、それがどうなるのか。さあ、トップから啓蒙の神殿、はい、このまま戦術を続けていきます。まあ、なんだかこのマッチに3ターン目の巨人結構大事ですからね。なるほど。3ターン目のアクションは基本テフェリーか巨人しかなくて、ええ、まあ、テフェリーだと結構、まあ、論争ともされやすいんで、まあ、巨人から入れるのは結構悪くないですね。で、まあ、巨人に対処迫って、その隙になんか、ね、ファイヤーズなど投資に行くというのが、まあ、一番いいのかなという。さあ、アクションを起こして2点ダメージ、
逆に今 PV 側は、まあ、今引いた姿勢感、はい、まあ、こいつはかなりキーで、やっぱこいつが着地した試合は大体なんか有利に動いてるのかなという大きな活躍が多々見られる。マルシオ側が多分ほとんど触れないテフィリーぐらいですよね。さあここはお告げで神聖なる泉と意味の渇望、まあまあいいですね、はい、渇望トップに乗せる判断ですか、まあ、土地が必要かどうかというところですね。渇望は多分乗っけると思います。ここからちょっとカウンターと渇望を構えながら、まあ、4ターン目にもペガサス行くのかな。逆にこうなるとマルシオ側はちょっと動きづらい、うん、はい、マルシオさんとしてはこのターンはどうしますかね、まあ、アクションはしたいですね、まあ、沿道で、うん、まあ、刺すと打たせるとちょっと面倒くさいとはいえ、まあ、両方ともなんか、ね、捨てるにはもったいない、うん、ファイヤーを経由せずにスフィンクスだけとかもある。もう全然ありますね。なるほど、まあ、論争を打たれるときやっぱりその相手まだ立ってるときに打たせたいんで、うん、まあそうですね、ショックインからスフィンクス、ただここはもう2枚目のお告げからの論争で、はい、まあ、綺麗に動かれてしまう。そうですね、少し、まあ、裏目じゃないですけど、まあ、こうここはしょうがないのかな。いいですね、いいですね。これもうランドからペガサスからエルカツというかエルカツコンボコンボですね、まあ、このウィニングラン、まあ、ウィニングロードに向けての、はい、大体勝ちムーブですね、さっきこの動きだけは、はい、さあ姿勢感しっかりとここでやっぱフィニッシャーを引けてるのがでかく、さらにここでマルシオさんが有効なゴマナイキを引けていない。せめてここで何かね、ケンリスなりキヘなり出れば違ったんですが、ケンリス速攻アタックしたらだいぶ違いますね、はい、まあ、先ほどハンドになりましたが今回のゲームはありません、うん、キヘだったらむしろマスブロだった、うん、はい、いや違うか、1マナ走れないからケンリスだけが、うん、ケンリスであと5点入ってた。そうですね、でここはどっちから行くか、まあ、一応3人のアクションでペガサス量産っていう手もあるが、なんでますね、まあ、重い方から使いたいという欲求もあり、うん、まあ、どちらを選択するのか。そうですね、ここは払拭の光に手が伸びています、うん、まあ、テフィーで申されることを考えると、はい、そのまあ払拭の光はなるべく弱いものを消しておきたいというのがあるかもしれないですね、うんうん、払拭の光で後が出てきた騎兵とか消すと、ちょっとテフィーで申されて、まあ、そのまま負けるっていうのも、はい、ここはもうここは打ち勝つをプレイして、打ち勝つですね、まあ、いろいろ考える結果は重い方から、うん、はい、1でパーマネントの追放、まあ、ちょっと次 3-3 で動けるんで、3-2 でもいいですし、さあ炎の消えが入ってきます。遅れてやってきた。そうですね、ここは4点入れて、まあ、夢さらいですかね。ちょっとゆっくりしたいですね、はい、うん、夢さらい置いておくとそうそう、ね、PV 側も動きづらくなると思うんで、まあ、お互い硬直みたいな状態になりそうですけどね。ここは一旦流れ固まってしまうか、グーバの小道から、まあ、手札も1枚ね、ちょうど捨てやすいものもありますんで、なんか召されが、まあ、死ぬことはまあそうそうなさそうかなという。さあ山引っ張って夢さらい、うん、トップは2枚目となったエルスペス、はいはいはい、死に打ち勝つ。どうするかな、やとはいえこのターンはエンチャント、まあ、遠くの横広げて、まあ、夢さらいを、まあ、殴れないようにしておきたいですね。はい、払拭の光どっちなのかな、さすがに巨人か、まあ、夢さらいもワンチャン考えてる可能性ありますね。手札させて、さすがに巨人ですね。はい、巨人、そして星座の効果でペガサスクリーチャーの増加で、多分サースト構えですかね、これは。そうですね、まあ、基本的にこの状態にいれば夢さらい殴ってこれないんで、うん、まあ、もうこの段階はゲームを伸ばせば伸ばすほど、はい、パウロさんがもう有利になる段階ですよね、はい、一応墓地にでもいないので3勝はサーストから無理やり、はい、なるほど、まあ、なんでまあここは殴ってもねペガサスが落ちてしまうといけないんで、うん、まあ、ここは殴れないんで、はい、一旦置いて、まあ、どちらを出すかというところでしょうか、うん、まあ、飛行で数をなら横並べていくか、うん、サマナ払ってスフィンクス、はい、次が3勝なのでマルシオさんはここはパスターン、はい、して、まあ、ここで何かね、エンド前にそうですね戻ってくるといいですね、テフィリーとかね、はい、
まあ、フレンズオーカー引けるとかなり、スド、打ち消し、打ち消し、打ち消し。これで、まあ、強いですよね。アメレティス捨てて、ですかね。そうですね。はい。吸収2枚とドビンの拒否権。何も通らずね、これは。さあ、トップから。メレティス帰ってきました、はい、まあまあまあこれは出しておけます、まあ、ペガサスですからねこいつ、はい、ペガサス、はい、土地かつペガサスかつ04さあ防御を兼ねた04のクリーチャーが第1勝目で出ます、はい、そして星座がここでも出ます、まあ、ここからゆっくりお告げをさくってまた戦術して、うんまあ、なんか有効牌を探しに行く感じでしょうか、はい、さあ1勝目で土地を引っ張って2勝目には先があるさあアップキープでテフェリーですテフェリーはいいカードなんですがもうパウロさんはもうすでに打ち消しをもう構えに構えている、はいねええまあ、結局全部打たせるしかないですからね、はい、そうですねここは先ほど引いた拒否権が光ります、うんまあ、こうなるとマルシオの方なかなか手札増えないんで、ええまあ、無理やり夢さらいを、ね、殺しに行く展開もあるかもしれないですね、うんまあ、テフェリーとか引けばちょっとバウンスで手札させてとかまあ、失政感と相打ちになるタイミングだったらアタックするっていうことですよね、うん、そうですねとか夢さらいはこのペガサス3体と相打ちするのは寒い、はい、当分なぐらいですね、うん、でこうなると PV も多分、まあ、開始、まあ、スフィンクス除外して、うん、あいいですねペガサス引きましたね、うんはい、そうですねそうするとやっぱこのお告げとペガサスの分だけどんどんパウロさんが有利になっていく、うんここからマルシオさんが打ち勝つのは相当難しいです、ね、難しいです、はいまあ、有効牌を引き続けて、まあ、PV が手札を全部使い切ってみたいな状態にならないといけないのととはいえそのペガサスの群れを触れるのが、まあ、クラリオンを引ければ結構クラリオンで流れる展開もあると思うんで、まあ、クラリオン通さない限り一生殴れないと思うんでとはいえ多分夢され立ってる以上 PV もそうそう殴れない、うん、はいさあドロツープで第2章多分削り切れるときにその対象を取って、まあ、タップさせて、まあ、一発で決めるみたいな感じになりそうですけど、うん、さあエルツベス氏に打ち勝つスインクスがはい、はい、ここは第一章で、はい、そのまま星座がさらに伸びるペガサスの祭り、まあ、でも早ければもう次のターンにねなんか対象テフェリーとかでねもう夢さらいに対象を取ってう、ね、もうアタックするというラインも取れるのでサマルショーは炎の系のプレイ、はい、ここには吸収が刺さ る,、はい、刺さる2枚携えています吸収打ち消し3点ゲイン12点までトップからさらなるここのお告げそして3勝でさらにゲイン2点はい、はい、でこれ2勝はい、はい、ここで2勝ですコストが上がります、はい、さらにピガサス出していく、はい圧倒的な場ですね圧倒的盤面ですね失勢感はかなりキーカードですねこのマッチャーはい、出した出した、うん、テフェリーとアセットが、ね、テフェリーかなアセットを引ければ、まあ、一旦無駄ドローが続いてしまいましたが、うん、まあまあまあそんな焦る慌てるような時間ではないとまだ、はい、逆に夢さらいそうですねこの場を全部一応止めてますからね、うん、そう確かに一人で切り盛りしている、はいまあ、2点ではい、うん2点から、まあ、ドビンの拒否権をちょっと考えるかどうかもありますが、まあ、2点から入りそうですが、うん、さあボトム落としてまあエンドですねこれは、うん、構えて城を起動する、うんうん、あるいは、まあね、これを生み出すことで何も影響はない、はいうん、巨人2枚を一応集めて2体とも死世界に打つとかそうですねもうちょっとここで4、3、1を出しても、まあ、04で1回止められて、はいまあ、どっかで全員でブロックされて、うん、ライフが、ねまあ、クラリオンを打って巨人を死生観に打つっていうのがまあ最高です ね一番いい、まあ、唯一まだ勝ちうるラインですね、うん、多分クラリオン絡めないとさすがに無理ですねなるほど、はいまあ、マルシオさんはクラリオン待ちだというそうですね、はい、さあ来てくれるかマルシオここまでトップに愛されたことも多かったここトークも出しましたね、はい、なんか渋い、渋いですねサクリファイスしないでそうですね。そこは神聖なる泉。殴っていくのかなこれじゃあ無理やり、うん。ここはアーデンベール城のマナを払ってクリーチャーを生成した。ねうん、PV。ここだと狙ったここが押しどこだと、うん、はい。
いきなり難しいですね。そうですね、まあ、これだとまあ足りるのかな、2ターンで。さあ起動して剣律、悩ましい。いかがでしょうか。難しいところだとは思いますね。上に乗ってたいですが、下行きます、まあ、パウロさんはおそらくもう打ち消し呪文は間違いなく持ってて、はい、まあ、2アクション取りたいんですよね、はい、でなので、はい、マナをちょっと使ってしまう剣律では勝てないなと。なさあ1点からのゲインの4点入って、これで殴って5点増えても9は全然足りないってことでしょう、そうですね、ラストチャンス。赤騎兵、赤騎兵、炎の騎兵です。トップから、まあ、通れば、まあ、6の7点ゲインぐらいできるんですが、ちょっと足んなそうだな、今も1枚、まあ、9周構えてるんで、まあ、大体もう、はい、向こうから積んでる。そうですね、まあ、こう殴るしかないですね。殴ってこうワンドローでクラリオンを引くしかないと、うん、さあどうだ、まあ、それもここは草案の日、これはダメですね。ダメですね、はい、やはりペガサスですね。お二人もおっしゃっていたこのペガサスが出たこの試合という、まあ、活躍した試合。4回出ると大体勝ちますね。死生観に本当に有効に触れるカードがなくて、なるほど、はい、マルシオとしてもこれが出てしまうと対処ができない、ね、あ、テフィリだけですね、はい、開始そのファイヤーズからテフィリバウンスになるとかなりマウント取れるんですけど、まあ、それ以外のパターンは大体もうきついですね、やっぱりこれも全捨てからランドとクラリオンを探しに行く、はい、さあ炎の騎兵で、まあ、PV も別に効率は何もしないんで、そうですね、はい、次のアブソープ、はい、さあ吸収すればいいだけだ、ね、ってことは分かっているので、さあ3つ捨てて、捨てて引くよと、3つドロー、スフィンクス2枚に数の騎兵、まあ、はい、はい、まああとはね、まあ、ここから、ね、2本目3本目を、ね、はい、見据えるという、まあ、九州引いてきた、そうですね、九州よりとり、これは流れが来てるのか逆に使いすぎてしまったのか、いやもう何、ちょっと何を言ってるのかわからない、いやもう寄ってきてますね、管理の意思がね、もう勝てと言ってるような気もしなくもないですが、うん、さあこれはマルシオが作ってきた流れをうまく受け止めて返しました、はい、最終4マッチ目のゲームはまず PV パール選手が取りました、うん、さあというところで、ここからワンゲーム交代でいきます、はい、佐藤さんに解説いただきました。ここからゆくりさんに入っていただきます。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。1ゲーム目パウロ選手が取りました。いや、なんか接戦でしたね。接戦、なんか接戦でしたという、まあ、途中から相当パウロペースではありましたけど、まあ、メインはディスカイ側にちょっと求められるものがでかいですね、かなり、うん、そうですね、回らないとやっぱり全然無理かな。ちょっとファイヤーズが初手であるかどうかやっぱかなりでかいかなっていう、まあですね、まあ、どちらかはないときついですね。大体勝ってきて両方ですね、まあ、その 5,6 体内に両方連打してないと、そうですね、しっかり寄せないとと、うん、さあ続く2ゲーム目になります。先行、いやー、これは厳しい、まあ、リガンですね、せめて1個押しながらワンチャン、どっちかの色あればキープしますよ、赤か白か、いや、青はかなり厳しい、ちょっと要求ってそのおっと、いや、もうリスクを取った、ゆうべさん、このキーパーどうでしょう。いや、でもまあ引いてくるランドは基本的にどっちかではあるんで、うん、まあそのタップインにならなければいいですけど、ね、はい、対するパウロ選手のハンドです、うん、いや、いいハンドですね。テフェリー、失政官、ナーセット、論争、そして土地が続く、超善人です。サイドボードから完璧ですけどね、まあ、そのマルシオさんも、ええ、ハンド自体は完璧に近いので、そうですね、これもし土地引ければ、土地を続けば、まあ、青赤を拾ったらベストハンドですからね。そうですね。さあこれは、まあ、パウロ選手にうまく追いつけるか、まあ、ここで赤マナを引ければかなり、引ければですね、これ青、白マナだとちょっと見えます。もう見たくないぞ、見たくないぞ、ドロー、風の騎兵、まあ、でもこれは、はい、マルシオさんも覚悟の上で、覚悟の上でキープしてますもん、はい、いや結構やっぱそのなんでこういうハンドキープするかっていうと、やっぱフリっていう自覚があるんですよね、はい、そのうん、こっちのジェスカイ側の方がまあフリっていう自覚があるので、まあまあ、リスクがあるハンドをまあキープしたと、ね、腹決めてというところ、こっちの方が有利だったらね、まあまあ、マリガン、ワンマリガンぐらいまではすると思うんで、まあ、しかも結構1枚1枚大事なんですよね、カウンター打ち合わせで、大事ですね、大事ですね、しかも先手なんでやっぱワンマリガン分が結構重くのしかかるっていうのもあって、うん、やっぱりまだでも分からないですからね、はい、一応白マナは引けたんで、もう1個引ければ、で、ね、ここからファイヤーズ連打もできるんで、そうですね、
さあ論争で打ち消して、ニセコペアスの時赤マナ引ければファイヤーザテフェリーで逆マウントもあるんで、これじゃあパウロさん難しいですよね。その白マナ自体を引かれたので、うん、ええ、そのまあ手札が上質なものであるっていうのを理解してると思うんで、なるほど、まあ、テフェリーがあるぐらいはね予想できる、うんうん、そうするとペガスは自存なんで、まあ、別のカードから、まあ、相手が土地詰まってるんでゆっくりいきますかね、パウロさんもさすがに相当いい判断だと思いますかね。まあ、テフェリー出すかナーセット出すかっていうのは、はい、青々でキープした以上は相当反動に詰まってますからね、うん、これはナーセットをプレイです、はい、マイナス効果です。あ、さあ上はバリッシングライトですね、払拭の光です。まあ、ここで赤マナ引ければ全然チャンスありますね。まだ一旦ずれただけで、ね、まあ、先手後手が入れ替わったぐらいのだんで、ね、まだ、はい、さあここは海の神の告げトップに乗せましたドロー、あー、なあ騎兵が続く。まあでもまだ一応テフェリーはプレイできますから、ね、はい、アルシオさん騎兵続くことが多いですね。プラス5ですね、これは。はい、ここはプラス高校トップから先ほどは乗せている海の神のお告げ、そうですね、マイナスでちょっとこれはバリッシングライトでテフェリーを追放して、はい、次ペガサスとお告げでっていう、なるほど、先ほど懸念されてたポイントが、まあ、ね、まあ、もしかしたらエンデオを追い出すかもしれないですけどね、まあ、そこはどうなるか。まあそうです、一応、うん、まあちょっとなんか欲しいですかね。確かにちょっと重いカード、受けるカードがあんまないんでどうするかなっていう。ただタップインを処理、あ、いや、これ一応次をプレイする可能性があると。まあ相手の騎兵が駆けつけてきている。3連続騎兵。3連続騎兵。いやー難しいですけど ね、まあバリューはありましたね。ゆくえさんもう顔にもう出てしまっている。いやーこれはもう俺はなんかもうやっぱもう痛いほど分かるんですよ、気持ちがやっぱ、はい、プレイヤーなんでやっぱり。あ、もう勝ち止めを完全にもうペガサスじゃなくて。テフェリーから言って、はい、CV でこういう時は本当にもう手堅すぎる、手堅いですよ、マジ手堅いですよ。そして今引きました、見た島ですよ、島ですね、まだ青赤の戦術ランドの方がいいですよね。そうですね。さあそして死生観、あ、これでいくら疾風も引かれるとちょっともう追いつかない感じですかね。うん、硬く高い城、いやー、うわー、なんでだ、騎兵が続く、ゴマナの塔が、どういうことだなぜだ、マルシオ、いやこれは無理ですね。もうここからテフェリーでお告げ戻って、もうお告げループも入ってるんで、やはりこの壁は高い、いややはり 3マッチはやはり高い、ちょっときついか、必ずしも劇的ではない。あ、これはまあ仕方ないとは言え、まあ、今までかなりね、まあ、いい引きとかもありましたね、かなり噛み合いもあったんで、はい、まあ、こういうこともあるのが、なんかマルシオ的にはもうこれで勝てればもうそのまま勢いでいけるっていうのもあったかもしれないですね。これで取り返せば3本目ももういけるだろうっていう、まあ、そういう時は青白はね、その安定が売りですからね。まあそうですね、まあ、やっぱりこの中丁場になればなるほど強い、そういうとこが出てきますよね、うん、出てきます。とにかく事故りづらい、まあ、分回らなくていいですからね、そうですね、青白側別に。でか対するジェスカイはちゃんと回らなきゃいけないんで。さあここで投了を選びました。いや最後やっぱりこういうの終わっちまうのはやっぱりマジックって感じです、ね、マジック、はい、いや僕は結構マジック、はい、これもまたマジックだなと思うので、はい、全然なんかあれですね、はい、感慨深いですね、感慨深いですね、しっかり感慨深いですね。ということでこのパウロ・ビター・ダマドロサが成し遂げたい最後の目標を成し遂げた、うん、世界選手権2019優勝となりました、うん、おめでとうございます。Yeah!